暑苦しい、うるさい、鬱陶しい、日本放送アナウンサーの吉田ひとのりです。これはラジオネーム北海のタコさんが今書いてくれてたんですけど、ただですね、すいません、今日、普段でもうるさいのはわかるんだけど、普段以上に俺、ダメだ、このまま行くと、爆発するって思いながら今日やっている理由があります。なぜか、アイドル大好きって話をずっと言ってますよね。で、アイドル大好きの中でも、特に好きなグループの、特に好きなメンバーの方が、今、こちらにいらっしゃいます。ご登場いただきましょう。どうぞ！はい、皆さんこんばんは。ミューコミプラス1日アシスタントのベリーズ工房の徳永千奈美でーす。来た！よろしくお願いしまーす。もう21世紀、平成の日本が生んだ最大の奇跡が今ここに。やったー、ありがとうございます。よろしくお願いしまーす。ただ今日、打ち合わせをさせていただいて一番びっくりしたのが、はい、ミッツマングローブさん大好きなんですって。ミッツマンさん本当に好きです。ミッツマンさん？ミッツマンさんって呼ばさせていただいてます、勝手に。ミッツマンさんまで入るんですね、徳永さんの中では。ミッツマンさん。で、他にクリス・松村さんとベッキーさんが好きって言ってましたけど。もうこの3人の方は私の中での神。神？三大神。なんかエジプトの昔の信仰みたいだね。いや、本当になんかこの3人の方は本当に幸せオーラを、そのテレビのビジョンを通してでも伝わってくるので、私もいつかそういう人間になりたいなって。ちょっと待ってください。将来ミッツマングローブさんみたいになりたいの、はい、なりたいです。これね、ちょっとね、ちょっとわかるんだよ、俺。わかります、ずっと好きで見る。この気持ち。この、なんて言うんでしょう、一点の曇りもない感じと同時に異常に深い懐みたいな、感じ。すごいわかるんですけど、今日は、その話は先ほどまですごくいっぱいさせていただいたので、はい、今日はですね、一日アシスタントとして、はい、まあ、どうしてアシスタント出てくれてるのはちょっと説明しますけど、生放送らしい企画に、そうだよ、生放送に、ね、ベリーズ工房出てるって相当珍しいですからね。そうですね、あんまりこの時間帯はないですね。そうなんですよ。なので深夜ラジオらしい企画からいきたいと思います。はい、ミューコミでやっている大喜利ミューギリ、今日のお題を徳永さんからお願いします。絶対王者レッドイットゴーの名称を阻んだ曲は何？はい、この番組はシャープ MC124 をつけて、はい、ツイッターでつぶやいてもらうとすぐに、このスタジオのパソコンで読めるんですけど、ラジオネームこちらは、元健さんがタマコンうるせえなっていう風に言われてますが、これ僕の通称です。タマコンによく、いろいろ言われてますが、今日この絶対王者レッドイットゴーの連勝を阻んだ曲は何というのは、まあ今日着歌フルランキングをお届けしてるんですけど、はい、9週間連続で松たか子さんのレッドイットゴーが1位だったんですよ。お、だけど今日変わりました。変わったので一体どの曲になったのかということなんですが、はい、こちらはですね、ラジオネーム、レイマリさん、冠二郎でバイキングっていう意外にマニアックなところが絶対知らなくて大丈夫ですよ。知らなくて大丈夫ですよ。分かりやすいやつなんかないかな。今のここです。今の分かるでしょうか。この小さいことにこだわらないで、はーいと言ってくれるこの感じ。他はですね、こちらはラジオネーム、すごいいっぱい来てますね。めちゃめちゃ来てます。毎日ヨーグルトさん、子供たちを責めないで、あ、分かりやすいのと、ラジオネーム謎のかぐみささん、1位を9週連続1位を阻んだのは団子3兄弟。あー、聞いてた。一番初めに買った CD です、私の。そうなんだ。はい、団子3兄弟。仕事してた、もう。その頃仕事してた。そしてこちらはですね、ラジオネーム、毎日ヨーグルトさん、忍者リバンバン、なぜ今っていうやつですよね。あとはですね、こちらはラジオネームハンタパンダさん、宇宙戦艦ヤマト。あとは、ラジオネームパパさんという方が、ちなみつまんグローブさんって言ってますけど、これはまた別の問題ですね。さっきの放送に反応してくれる、なりたいんのね。さっきからさっきから言ってると、なりたいんだよね、対象として、ね。あとはですね、こちらはラジオネームからあげパンさん、ウルトラスホール。多分なんかあったろ、あるだろうね、世界水泳とかやつらあり得る話ですよね。あとはですね、他はラジオネーム、普通に答えてくれてる人がいる、プーラビーダさん、ゴールデンレトリバーって普通に来てるけど、AKB ではない。あと2個、ラジオネームユーポンダさん、ゲラゲラポーとかちょっと考えてるね。今ちょっと来てる感じするもんね、キングクリームソーダ。あとラスト1個、ですね、じゃあどれが、まあどれがってほどのもないか、まあ後でまとめて全部読ませていただいたりしますが、ラジオネームたかしさん、これ今1位だったらすごいな、踊るポンポコリンっていう。あー、なんか知ってる。え、なんかよくテレビ番組とかでもありますよね。あります、昔のフィーチャー曲みたいな。そうそうそう、はい、あ、そうか、昔のフィーチャー曲、大体土日働いてるもんね。ベリーズ工房ってライブが多いですね。そうだよ。あ、ここです。ここも今日言いたいことの一つなんですけど、以上ミューギリでございました。それではタイトルコールも徳永さん、はい、アシスタントなんでお願いしたいと思いますが、はい、いきますよ。日本放送ミューコミプラス。
ちらラジオネーム東海さんとかがちなみ声可愛すぎとか、うわ、他にもですね、これはちなみちゃんのこう笑い声が欲しいみたいなことを言ってる人がいますね。こちらはまどいさん、まあいろいろとですね、もう今日集まってくれたことに関して、今日来てくれたことに関して集まってくれてる人ももうかなり沸き立ってるんですが、改めまして、ですね、ベリーズ工房どれくらいからだろう、少なくとも、石村舞波卒業公演は東京の新宿厚生年金会館で間違いなく見ている、ありがとうございます、はい、あのベリーズ工房8人だった時代があるんですよ、ということで、はい、その頃から見続けております、日本放送アナウンサーの吉田久範です。はい、一日アシスタントのベリーズ工房徳永千奈美です。さっきも言いましたけど、はい、まあ、僕はあのアイドルものすごく好きで、ありがとうございます。本当に年間下手すると100本ぐらいライブ行ってて、中でもハロプロが好きで。そうなんですね。はい、本当です、本当に春夏ハロコン行かない年はないんですよ、で、あ、正月とね、年夏と、でさらにその中でどのグループが一押しかと聞かれた時に、どのスタッフに聞いてもこれ嘘じゃなく言えるんですけど、はい、ベリーズ工房が好きと僕は言い続けています。そうなんですか。これは本当だよね。本当にそうなんだよ。すごい嬉しいです。ベリーズ工房ちょっと癖のあるグループなんで、好きか嫌いかでも分かれると思うんですよ。何言ってんすか。この良さが分からない人はなんか人生を損してる。そこまでですか。本当に思いますよ、嬉しいです。でその中でもあの特に、ベリーズ工房が、まあ、もちろんいろいろ目立つ方がいます。嗣永さんはものすごくテレビとか出てます、はい、でそしてあのライブとか行くと、あの歌の上手い可愛い子は誰っていうの、菅谷美佐子さんが気になる、はい、そういう人がいると思いますが全ての中で、背の高い熊井徳永、2人とも何か性格の奥ゆかしさも含めて素晴らしいと思うんですが、はい、徳永さんがラジオ力が異常に高いと僕は勝手に思ってます。本当ですか、はい、嬉しいです。それ今日もこれだけ気持ち悪い人目の前にいるのに全然動じないですからね、この安定感。吉田さんってことですか。あ、もう気持ち悪い人ですよ。気持ち悪くないですよ。ただちょっと目がくすんでちょっと目がこれができる人がなかなか普通のアイドルにいないんです。もうありがとうございます。あれ、こちらこそすいません。でそのあの徳永さんがアシスタントになったのは、はい、僕が示したわけじゃなくて、はい、奇跡だよね。実はあの元々ハロプロの中でオールナイトニッポンを誰が担当してもらうのかっていうのを、はい、こう写真集の売り上げで競うみたいなのがあったんですよね。あったんですよ。でそこで1位になったのがベリーズ工房だったんです、はい。でその中で、ベリーズ工房のオールナイトニッポンゴールドという番組が5月2日放送にありまして、はい、ありました。その中で、ベリーズ工房の中での1位を決めようという話になって、はい、そこで勝ったのが私、徳永千奈美です。そうなんです。やはりラジオの神は何かをちゃんと見ている。嬉しいですね。そこであのクイーンオブハロプロっていう名をゲットしました。そうなんです、はい、でクイーンオブハロプロはイコール僕はあのラジオ界、今アイドル界で一番ラジオが得意に違いないと思ってますんで。私が？そう。そんな持ち上げないでくださいよ。いや今のも気づいてますか？私ですっていう風に言えばいいと、私徳永ちなみですって言える、聞いてる人に優しいこの目線すげえなと思う。本当に面白い。面白いですかいいよね。あと機嫌のいいパーソナリティって最高なの。いやもういろいろ素晴らしい。でそれで今日はあの徳永さんがこのアシスタントで1時間ベタ付きでいてくれることも素晴らしいんですけど、はい、今日のゲストをアシスタントの徳永千奈美さんから発表していただきたいと思います。はい、7人組のハロプロユニットベリーズ工房が登場します。今日は、徳永さんがアシスタントでいてくれるんですけど、はい、さらに清水咲さんと須藤真麻さんに来ていただいて、はい、そうなんです。今日はあのメンバーだからこそあのアシスタントの立場が聞き出せる話もあると思うんで、そうですね、掘り下げて、はい、どっさり掘り下げます。お願いいたします。はい、いいよね、この時に掘り下げる時にどっさりって言葉なかなか使わない、言語感覚もいい、全て素晴らしい。じゃあそれでは今日はこの曲でスタート。それでは曲紹介もご本人にしていただきましょう。6月4日発売のニューシングルです。はい、ベリーズ工房で普通アイドル10年やってらんないでしょう。これ超名曲。あ、ラジオネームこれ茨城の、コタちゃんっていう方が何度聴いても泣けるっていう風に、はい、あ、この曲ですか、ええ、この曲は本当10年間やってきた私たちの気持ちとかをつんくさんにお話ししてないのに、もうつんくさんがそのまま詩にしてくださった感じ
のような感じです。これもうまさにドキュメンタリーですよこれね。もう 95% ノンフィクションです。おー、もうでもそうだと思いますよ、はい、全く同じ話を僕はベリツ工房についてあのベースボール部屋の小出くんと延々してたっていう。嬉しいですね。来週月曜ベースボール部屋の小出くんゲストなんですよね。この話をするのかな俺はしそうな気がするな。裏では少なくともするな、はい、ということで今日はですね徳永千奈美さんにアシスタントに入っていただいてやってるんですが、はい、こちらはラジオネームキリンコさん、聞いてる人に優しい徳永千奈美、そうだよ、ありがとうございます、でこういろいろとリーさんとかが、ヨッピーは、ちーちゃんが笑ってればアシスタントしてくれなくてもいいんでしょうって言っていただいてますが、はい、違う、このアシスタント力を見たい。私アシスタントできてますか。いやいやもうめちゃめちゃ人の話聞いてますから、ね、驚く。言ってください。私ヨッピー人の話聞いてないように思われがちなんですけど。思われがちと本当に聞いてるか聞いてないか全然別じゃないですか。めっちゃ聞いてますよね。ありがとうございます。こう暴走し始めた時に、あ、でも徳永さんいるから回収してくれるだろうと思うと、完全に須藤さんと徳永さんが一体一体の時に徳永さんが全部回収して持って帰るみたいな。はい、あ、すいません、そんな話を、してますが、サッカーで言うなら徳永さんが中盤を全部こう収めてくれてるみたいなグループなわけですよ、で実はですね、なんでそんな話をしてるかというと、はい、ミューコミプラス6月9日から、こんな企画をお届けするからです。ミューコミプラスエンタメ選抜総選挙、吉田ジャパンベストイレブンはこれだ。はい、これサッカーワールドカップブラジル大会が、はい、あと半月ぐらいになります。はい、17日とか。お、意外に意外に世間の動きに。14日からなの開幕は。あと14日後。あと14日。ああ、もうすぐですね。ほんとすぐですね。はい、楽しみです。あ、楽しみ。意外とサッカーはお好き。サッカー好きです。昨日も埼玉スタジアム行きたかったんですけど、行けなかったんでテレビの前で一人応援してました。あ、そうなの。はい。じゃあかなりルールとか詳しかったんですよ。ルールは詳しくないんですけど、その応援するこの熱意だけは人一倍あります。応援する熱意はある。はい。いいです。それぐらいの感じで乗ってきてくるのが一番いいです。はい。今日はですね、何かというと、我々はまあ、ミューコミは基本的にサッカーとかは、まあ、僕が正直あんまり詳しくはないので、はい、エンタメジャンルを対象に、番組とリスナーがタッグを組んで、日本が誇る精鋭たちベストイレブンを選んでいくという、はい、そういう企画でして、で、例えば6月9日月曜日は AKB48 オールソングベストイレブン、まあ、松井玲奈ちゃんとかいたりしますからね、うん、そして6月の10日火曜日は、漫画キャラクターベストイレブン、そして6月11日水曜日が、ボカロソングベストイレブン、そして6月12日はアニソンベストイレブンと、はい、いうことで、ね、それぞれ例えばこの曲は昨日のこの漫画キャラクターだったら、はい、コナンはこの位置みたいな、頭使ってるからこうフォワードではなくて司令塔の位置みたいなとか、はい、いうのでベストイレブンを勝手に決めて選んでいこうというやつで、で何ボカロソング、ボカロについて、詳しいですか。ボカロって何ですか。ボカロ、うん、ボカロって何。ボカロって、今ですね、どうしようかな、これそのまんまスッとお伝えしてもいいんですけど、シャープ MC124 につけて、ボカロが何だかを徳永さんに説明してくれる人を募集します。ボカロって何、何だと思う。想像でいいんですけど、ボカロって。ボカロ、ボカロ、アポロみたいな宇宙船的なそういうものか、もしくはこうちょっとした小さなお菓子かみたいな感じですよね、イメージ言うと。そう、そんなイメージです。先の尖った、先の尖ったね、ピンク色の部分と茶色の部分にこう、あれではない、ボカロは。ボカロって聞いたことない、本当にないですか。ないです。じゃあもうちょっと言ってしまいますと、ですね、初音ミクって言ったら分かります。あ、分かります。分かる。はい、髪が水色の、うん、そう、人ではないアニメのですよね。あ、アニメでもないんですよ。え、お、ここです、ここです。なんて言うんでしょう、アイドル10年やってた人たちのおかげでですね、普通の人とは違うのにまっすぐ育ってるっていうところが超面白い。ベリーズ工房、シャープ MC124 をつけて、まあ、自分の好きなボカロソングをつぶやいてもらえれば、はい、それをこうリストにしたいというふうに思ってて、で今あれでしょ、ツイッター上にも上げてあるんでしょ。で今回は番組の AD の三浦くんっていうのがいるんですけど、はい、三浦くんの彼女ニャンニャンが、違うか、三浦くんが彼女ニャンニャンって呼ばれている、あ、両方がニャンニャンって呼んでんの、ニャンニャンってお互いに呼び合ってんのあそこ、まあ、すいません、徳永さんの前ですが、あえて言っていいですか、スタッフに向かって、それはうざいあ、そう、で人たちが、まあ、選んでくれた、なんか
なんだっけ、テルユアワールドがワントップの位置ですみたいなのが、滝谷の位置ですみたいなのが送ってもらってるんですよね。あの、もしよかったらそういう意見をシャープ MC124 につけてつぶやいてくれるか、もしくは番組のホームページから、メールアドレス MC@allnightnippon.com、こちらの方まで送ってきていただきたいというふうに思っております。各ジャンルにふさわしいゲストもブッキング中ですので、6月9日からのミューコミプラスエンタメ選抜総選挙吉田ジャパンベスト11はこれだ、お楽しみに。それでは CM の後は徳永さんと一緒に着歌フル総合ランキング、あのチャート紹介とかもやってもらいます。はい、頑張ります。お願いします。徳永さんまだ見たことはない方もいるかもしれませんが、スタジオにはですね、はい、今身長何センチですか？私164センチあります。 164? はい。あれでもなんかもっとある感じがする。今日はちょっとヒールを履いてるんで高く感じたと思うんですけど、はい、意外とそんなもんです。そうか、はい、でもとりあえずスラッとしたですね、あの美女が座っているスタジオ、ということで今日は日本放送ミューコンプラス、来年40のですね、気持ち悪いアナウンサーだけではなくアイドルと一緒にお届けしております。携帯着歌着歌フルサイトのレコチョク調べ着歌フル総合ランキング、さっき、あの1位がレッドイットゴーじゃなくなったって話をしましたよね。さてそれは何なのか、ここで結論が出ます。5月27日付着歌フル総合ランキング、まずは第5位、 Number 5、 ありのままの姿見せるのよ、ありのままの。第5位はメイジー、レッドイットゴー、ありのままで。はい、これもずっとランクインしてるんですけど、はい、アナと雪の女王は、国内でとうとう12年ぶりに200億円を興行収入を突破するという。すごいですね。見に行きました。あ、見に行きました。行きました。そうなんだ、すごかったです。映像が綺麗で、まっすぐな感想ですね。やっぱ歌が印象に残りますね。このありのままでじゃない歌も全部耳に残って、その後聞いたりしてます。なんか今あのいろんな女性アーティストが、はい、あの楽屋とかで発声練習の代わりにこれを歌ってるっていうのをこの間赤い公演がやってましたけど。そうなんですか、ベリーズコーバーもこれ歌ったりしてますよ。やっぱりそうなんだ、流行ってるんですね。あ、ってことでやっぱり安定の第5位でございました。続いて第4位、 第4位はミスターチルドで放たれる。はい、これあの晴天の霹靂っていう劇団ひとりさんの初監督映画の、主題歌だったりするんですけども、はい、今日あの国立競技場もあの最あと3日か、はい、であのこう閉まるっていうんで、はい、ジャパンナイトってやってるんですけど、あの桜井和俊さん、あの学 MC さんと一緒にうかすかじとして今日歌ってましたね。そうなんですか。そうなんです。そうなんだ。ちょっと知らなかった。いや大丈夫ですね。あのうかすかじ知ってるんだったら相当音楽好きな方だと思います。うかすかじ？うかすかじ。うかすかじとボカロが同じ今位置に行ったんでしょ今。うかすかじ。そういうユニットやってるんですよ今学 MC さん。なるほど。じゃあそれではトップ3。Number 3。信じる心。初登場第3位は西野カナ、 We Don't Stop。 はい、これはあのアンさんが主演を務めているドラマ花咲舞が黙ってないの主題歌だったりしますが、はい、これあのちょっとドラマとか見たりします？ドラマは、ちょっと今テレビが私に壊れていて。そうなの？そうなんです、全然買い替えてなくて、家に1個しかないんですよ今テレビが。じゃ あ, あの例えばこう振り付けとか DVD もらったりとかしないんですか？もらっても見れてない状態で現場で覚える。すげえ。頑張ってもう必死にそれがバレないように、復習してないんだぞっていうことをバレないように。今あのここで生放送で言うとあのスタッフの方もどう考えても聞いてるんですけど、今ちょっとマネージャーさんが真顔なのが本当に怖いです。いやすいません本当に。すいません、やることはやります。だからできてるからすごいよね。続いて第2位、レッドイットゴー、ありのままで。ついに2位になってしまいました。ほぼ九州の壁が、九州連続の壁が。そうなんですよ、もう横綱クラスだったんです。もう白鵬みたい、白鵬みたいな存在だったな。この、はい、あの松たか子を、2位にした、曲は一体何なのか。ちなみに3月の19日に配信がスタートして以来9週連続1位だったのが、この曲によって、覆されました。それでは今週の着歌フル総合ランキング、トップに輝いたのはこちら、 Number 1
恨んでもいい生き抜くのよ。そうよ女だったら度胸愛嬌最強恨んでもいい。初登場第1位騎士団喧嘩上等。あの小野真知子さんが主演 あのテレビドラマの極悪願望 あの主題歌だったりするんですけど、はい、騎士団とかで見たことあります？この間あの番組で一緒になって、あの髪の毛がすごいなと思いました。シンプルな感想が、このシンプルなところが本当にでもなんか近くでちょっとまじまじとあの見てたんですけど、あれ地毛なんですかね。あの結構前から地毛のはずです。僕らがオールナイトやってる頃とかはずっと地毛でした。すごいですよね、あの髪型とちょっとベリーズ工房7人でやったら面白いんじゃないかなとか思ったりもしたんですけど。前から思ってるんですけど、はい、意外と仮装とか着ぐるみとか徳永さん好きですよね。私大好きです。そうなんですよ、真剣にふざけたい。他の人がやってる時でも圧倒的に着ぐるみ楽しそうなんだよ、じゃあそれでは、ということで以上5月の27日芸着歌フル総合ランキング、CM の後、今夜のゲストベリーズ工房登場です。これはメンバーの中でも話の聞きがいがある方が来てる感じがすごいする、毎週この時間は素敵なゲストをお迎えしているゲストプラス、そして今日はあのアシスタントにこの方に入っていただいております。はい、ベリーズ工房の徳永千奈美です。それではあの今夜のゲストをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、7人組のハロプロナンバーワンのアイドルユニットベリーズ工房の皆さんです。よろしくお願いします。自分で言うと面白い。今日もいらっしゃいました。自分の番組かと言うよ。いや自分の番組でしょ。自分の番組でしょ。さあということでお二人登場していただいてますが、はい、あの自己紹介一人ずつしていただいてもよろしいでしょうか。はい、夜行性の22歳清水咲です。よろしくお願いします。夜行性なんですか。すごい夜行性で2時とか3時まで毎日起きてます。あ、そうですか、はい、でも僕らあの夜中1時まで生放送やってるんで、すごいですよね、全然当たり前のように夜行性じゃないですよね。そうですね、じゃあそのこのぐらいの時間帯って普段何してるんですか。テレビ見たり、あとは携帯いじったりしてゴロゴロしてます。あ、そうなんだ、はい、意外にインドア楽しいんですね、その時間はね。そうですね、夜は楽しみます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、漫画大好きの21歳須藤真紗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、大好きなんですよ、はい、それを聞いてちょっと驚いたのが、はい、であともう一つあの懐かしいものを発見したんですけど、これ覚えてます？うわ、はい、覚えてます。あー懐かしい。懐かしい。出てきたんですか。あの本当にあのギャグ100回分愛してくださいぐらい以降からのベリーズ工房の紙資料全部入ってるんですよ、パソコンで。今気がついて自分でびっくりしたんですけど、その中にあの須藤真紗さん主演のライトノベルの楽しい書き方のですね、懐かしい、あの映画のパンフが入ってました。はい、懐かしい、見なきゃ、見なきゃいいよ、恥ずかしいから、この時に例えば来週の木曜日ゲストの声優の竹達彩奈ちゃんとかが。あ、そうなんですか。あ、そうです、はい、なんですけど、はいはいはい、これのやってる時とかは須藤さんそんなにアニメとか漫画とか好きって話あんま聞いたことなかったんですけど。あ、いや好きだったんですけど、最近ですよね、言い始めたの。あ、そうなの、はい、隠してたの。違うんです、なんか話してもあのついてこないですよ、メンバーのみんなが。それは今でもそうだよ。でも、あの思いの丈をこれ伝えなきゃいけないなって思い始めてきて最近、だから語るようになったんです、最近。そうなんです、うちの番組はもともと普段はそういう話しかしてない番組なんですよ。ありがたいです、ぜひそういうふうに呼んでほしいですね。最近好きなのは、はい、あれじゃ、なんでしたっけ。名探偵コナンです。例えばまた新しい映画も公開になったりとかしてますけど、あ、異次元のスナイパーですよね。そうそうそう、超いいですよ、すごい得意げな得意げなどうやみたいな感じ。いやだからそういう話を今まで、はい、あのそうなんだっていう情報だけ聞き、なんとなくチラチラ目にしながら、はいはいはい、ただコンサートでしか見ないと、いう状態だったんで、はいはい、ちょっとすみません、うちの番組でそういう話を聞きたいんですけど、はい、今日は一応全体として来ていただいて。あ、そうなんですよね。じゃあ次呼んでください。お願いします。ゲストで、はい、もういくらでも喋ります、この瞬間に僕は一応あのスタッフに分かったねっていう目をしてるんですけど、通ったかな、どうかな、ね、はい、今日は一つ貴重なことに、はい、アシスタントが徳永さんです、はい、メンバーの方がいるということは他の人に聞けない話がいろいろ聞けるはずだと。はい、この二人より、そうですね、キャプテンはキャプテンなんですけど、はい、意外とこうほんわかしてる一面もあったりとか、マーサもしっかりしてるように見えるんですけど、ちょっとこうあれっていう部分があるので、そこら辺を出せていけたらいいなとは思っております。すみません、勝手なイメージかもしれませんが、はい、僕あんまり須藤さんしっかりしてると思ったことないんですよ。本当ですか。それは見られてます。それ正解です。そうです、嘘でしょ。最近ちょっと変態プレ発揮してきてるんですよ。さっきのもそのうちの一つですよね、あの現れもね、はい、
いやでもそれに、はい、なんていうんですか、はい、須藤さんとあの徳永さんとかが着ぐるみ着て、はい、コンサートとか出てるじゃないですか、はい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 、さっき真剣にふざけるっていい言葉だなってなりましたけど、はいはいはい、めちゃくちゃめちゃくちゃ面白くなってますよ。本当ですか、嬉しいね。嬉しいよね。超楽しんでて、そこフォローしてて、で、そこをはい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 って言って、大人に収めに来るキャプテンっていう。そうですね、うん。すごい楽しんでやってくれるので、そっちを見てる私はそれを見てて楽しいなって思います。うん、ふざけるのも全力ですから、私たち。もうふざけることしかできないぐらい。そう、うん、実際に、だからなんか、誰かのブレーキが最近かかってないんだろうなって思うんですよ。確かにそれはあるかもしれないですね。で、こうベリーズ工房それこそ10年やってるうち結構長いこと見せていただいてるつもりですが、はい、本当にある時期から、同じアイドルグループとは思えないぐらいルックスが変わっているっていう、ありましたね。いろんなこともありますね、はい、今面白いんで Google 画像検索とかできると菅谷梨紗子で検索してください。同一人物とは思えない一番そうですね、変化が分かりやすい、うん、すごいもう子役からレディーガガみたいになってレディーガガ、そんな感じになってるんですけど、はい、でそれで聞きたかったのが、曲さっき聞いたらルックスとかは自分で着るものとかメイクとか決められるんですってね、今。そうですね、はい、最近は、はい、で結構、うん、清水さんも変遷激しいっちゃ激しいですよね。そうですかね。私でも最近髪を切ったんですけど、そうですよ、ね、40センチぐらい切ったんですけど、これはもう許可なく切っちゃいましたやっぱり普通アイドルって相談あるよね、そこね。ありますね。ベリーズコンボも昔はあったんで、ありました、はい、相談して、はい、うん、ただいつの間にかなくなりました、うん、はい、ゆるーくそれって何でしょう、はい、でも言われたことを嫌だからってやめちゃうからではなく、やらなくなるからとかではなくて、はい、もう実践に任せといても大丈夫だからみたいなことに。だといいんですけど、ね、でも自己主張がほんとしっかりしてきたなって思いますね、うん、自己主張がしっかりしてきた、はい、そうでしょうね、これじゃあすみません、僕が聞きたかったのはその辺はすごい聞きたかったんですけど、徳永さんだから聞ける2人への質問みたいなのがあったら、はい、確かに、ぜひ聞いてもらって。私ちょっと、はい、本当に素で自分で聞きたいことがあって、はい、私この今日アシスタントで出たのもそのビリーズ工房のオールナイトニッポンゴールドで優勝したからじゃないですか。まあ、そこで、うん、クイーンオブハロプロのね、座をもらったわけなんですけど、うん、果たして私でいいのかっていう疑問がすごいあって、え、それを私なんかがクイーンオブハロプロでいいのかなって思って、ちょっと二人はどう思ってるんだろうなっていうのを素直に聞きたいなっていう。私から考えたら、まあ、夏明けみやびちゃんとか、菅谷梨紗子ちゃんとかが、やっぱ、その、エース的なね、感じでいけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その、いや、ラジオ的には間違いなくエースでしょうと、僕は勝手に思ってますけど。本当だよ、そうだよ。絶対思ってないですよ。いやー、さすが、やっぱ同い年として、やっぱり番長ですか、裏の。裏の番長なんですね。裏の番長なんですよ。ってことは表もいるんですよね。表もいるよね、ち。表は、やっぱ夏焼きみやびちゃんと菅谷梨紗子ちゃんが、ランクで言ったら S ですね。そうです。S ですよ、ランクで言ったら。私なんか D です。ほう。めっちゃ下じゃんね。ねえ。うちら D でしょ？マーサは C ぐらい。C1 個目。はい。表で見ると。でも裏で見ると、須藤さんが見たときは、S クラスなわけですよね。まあ、S クラスですよ。本当嬉しいですね。はい、うん、でもただ今の認められてるのは、このラジオでクイーンでおかしくないっていう話じゃないですか。うん、はい。須藤さんはそう思ってると。うん、だから喋る上手いですもんね。ポン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 言葉出てくるから。さっき吉田さんがね、ちなみは人の話をすごい聞いてるって言ってくれたの。聞いてた。そこはどう思ってるんですか、二人は。聞いてないです。なんでほらなんかスタッフさんとかが話しても、うん、同じこと質問したりするんですよ。そうそう。だからもうただただ無駄な時間がその時間流れるんで。違う、ちゃんと確認しておきたいだけ。違う、多分今、ヨッピーさんとか、皆さんの前でいい風に見せようと思ってるんですよ。違うよ。いつも7人でいるときは、誰かしら聞いてるから後で聞けばいいやみたいなタイプなんですよ。それはね、ちょっと今日気張ってます。はい、それはおおらかと取ろう。それはおおらかでって、だって。はい、でもそうなんですよ。だから今ので気づいたんですけど、ベリーズ工房って、そういうこと10年、まあ先ほどの曲じゃないですけど、はい、本当にアイドル大戦でやってるじゃないですか。いや。基本長い休みないですよね。そうですね、ありがたいことに。はい。いや、ありがたいことにと言いつつ、清水さん、確かにちょっとなんていうんですか。休みがあってもいいっていうトーンが。正直なところ、正直なところ言っちゃってるよ。夏休みとか欲しいなとか、なんか事前に、ここは休みだよって教えていただけると、旅行とか行けるんですけど、やっぱそういうのは、明日休みだよとか言われても、あ、ちょっと、
とどっかへはいけないなって思うので、うん、そういうところは正直欲しいですっていうのは最後の欲しいですの瞬間にスタッフさんに目線がいっているっていう、ね、マネージャーさんに、はい、ね、いやでもねそれで、ね、思うのはただ普通にこう10代から20代の間、はい、普通の生活をしている女子たちは、はい、まあ、いろんなこう遊びに行ったりとかしてるわけじゃないですか、うん、でもほとんど全て、はい、アイドル活動してるわけですよね、はい、ね、はい、でそれがゆえにだからそれだとみんながなんか辛くなるのかなと思ったらみんなすげえ楽しそうなんですよ。楽しいですね、はい、はい、もう迷いなく楽しい、うん、楽しいです。やっぱ海外旅行っていうか海外のライブの時とかは、うん、もうすごいポジティブに考えたら無料で海外に行けちゃうわけですから仕事だけどこれだよこれ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 、普通それでタイで大人気になったりしてるんだよそれで、やったまた旅行行けんのかと思って、でもいや本当はタイじゃなくてなんかもっと別になんかフィンランドとかで人気だったらいいなみたいなとかあってもいいと思うんですけど、いやタイでもすごい嬉しいですよ。タイ料理食べれますし、そこだって食べそれは北欧行けばその旅行の料理が食べられるしみたいになると思う。でももっといろんなとこ行きたいですね。ベリーズっていう国があるんですよ。あるね、地球には、だから地球にはベリーズっていう国があって、うん、そこにベリーズコーンをみんなでライブしたいなとは思ってるんですけど、うん、まだちょっともうちょっと頑張んないとなって思います、うんうん、あんまりねベリーズ諸島でね今のところ誰もこう、やったことないですよね、聞かないですよねあんまり、はい、ね、聞かれたりしてるって話聞かない、ジリリ来てるか来てるらしいとか聞かないですからね、すごいよ、じゃあすいません、でもそういったところの話で言うと、じゃあ須藤さんは、はい、このベリーズ工房のここが楽しいみたいなのってあるんですよね、やっぱこう参加してて。そうですね、基本まあ、自分は一歩後ろに下がってみると、6人ってすごい本当ライブしてる時とか楽しそうだなと思うんですよ。なんか一歩自分を後ろにこう置いてみることが多くて、だからコードの技できるのできるんです。だから本当にベリーズの母って言われるってことは、うん、一歩多分後ろに下がってこう見てると、うん、みんななんかいや自由すぎてたまに面倒いとか思う時もあるんですけど、大変なとか思う時もあるんですけど、でもそれを自分なりに楽しんでる姿を見ると、あ、いい人生送ってんなってのを思いますね。いい人生送ってんななんか楽しそうだなって思うんですよ。すごいところまでステップバックしたね今。すごい、そんな目で見てたのね。でも本当面倒いですよ、女の子ってやっぱり面倒いなと思う時あるんですけど、うん、でも楽しいですねやっぱり。いや、うん、でも多分そういうのを酸いも甘いも全部こう噛み分けてるから、うん、さっきのこう曲もそうなんですけど、実はカップリングのもう一つの方が、さっきが普通アイドル10年やってられないでしょに対するもう一個が、愛はいつも君の中にですよタイトル、うん、ほとんどもう美空ひばりの世界ですよここまでいったらタイトル。そう、超でも聞こえるでかくていい歌なんだよこれ、うん、じゃあすいませんが曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、6月4日にリリースになります両 A 面シングルからベリーズ工房で、愛はいつも君の中に。これラジオネーム里見アンパイアさんがツンクブシ全開だなみたいな、本当にツンクさんはアイドルの媒体力を利用して何でも聞かせてしまおう、すごい音楽の世界って常に思ってると思う。はい、その中でも特にベリーズ工房が一番濃いです、はい、その調整が、はい、お送りした曲がベリーズ工房で愛はいつも君の中にだったんですけど、そういうのをこうたっぷり聞きたい方のために、イベントがあるんですが、まあ、ニューシングルは来週6月4日発売です。はい、で6月の3日にはタワーレコード横浜ビブラ店イベントスペース、4日はタワーレコード渋谷店の地下1階の、カットアップスタジオ、そして6月の5日がビーナスポート協会広場で、6月の6日が東武百貨店池袋店8階屋上のスカイデッキ広場で、6月の8日は東京ドームシーラクーアガーデンステージで発売記念イベント開催なんですけど、はい、すいません、これだけキャリアがあってこんなにイベントやるの？やります。すごい、今すごいやる気でしたね今。はい、はい、10周年の年なのでこの1年はさらに気合入れてやってます。さっき休みがないって言ってたじゃないですか。言ってました。やっぱりファンの方とこうやってイベントで会えたりするのはすごい嬉しいので、うん、楽しいですね。すごいよね、もうちょっとしたベンチャー企業とか任せたい感じだもんね。任せちゃってすごいですね。で、その他ですね、情報の詳細はベリーズ工房のオフィシャルサイトをチェックしてほしいんですが、はい、今年はその10周年を記念して、去年もありましたけど、はい、でっかいことが9月に、はい、そうなんです。じゃあこれはアシスタントの徳永さんから発表していただきます。9月の11日にベリーズ工房2度目となる日本武道館公演が決定したんです。よ、おめでとうございます。ありがとうございます。普段から気合いみなぎってますけど、おそらくこういうところだともう一段階いくんでしょうねこれね。そうですね。ということで9月の11日、そちら楽しみにしていただきたいと思いますが、はいはい、でこの後も徳永さんはお付き合いいただきますけども、はい、すいません、ゲストとしてはゲストゾーンはここまでなんですよ。残念ですね、お時間が増えますね。もうちょっと話したかったです。思ってないだろ。
じゃあ送り出しの方を。わかりました。それでは今夜のゲストはビリーズ工房から清水咲さん、そして須藤真麻さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はサポーターズプラスですが、ここも徳永さんお付き合いいただきます。はい、作家の高根が入ってきたけど、やっぱりさ、ラジオマンとして徳永さんすごいよね。本当にバランスいいよね。本当ですか、私何も知らないのに。いや、それがだ、何もせずにできるのが一番すごいですよ、ということでこのコーナーもお付き合いいただきます。君のアイデアでサポーターと番組を動かせ、ミューコミプラス、サポーターズプラス。サポーターとは番組を応援してくれるスポンサーさんのこと。日替わりのサポーター、水曜日は小学館。番組に対するプラスアルファはこちら、週刊少年サンデー、ビッグコミック、さらには女性向けコミック誌チャオ、別コミなど、世代を問わず愛される小学館のコミック作品やライトノベルをさらにさらに盛り上げる企画を実施してほしい。で、毎回一つ具体的な作品を取り上げてるんですけど、はい、現在のテーマ作品はですね、こちらでございます。史上最強の弟子ケンイチ。ハイヤグラウンドを見上げた、56巻もすごい出ている、はい、大ヒット作なんですけど、ちょっと読んでみよう。そう、アニメ化もね、何度もされてるんですけど、でこちらですね、現在週刊少年サンデーで連載中の松江菜春先生の作品で、であの主人公はもうすごくストレートにいじめられっ子の高校生だったんですよ、はい、一番初め、はい、白浜健一くんで弟子ってぐらいなんで、いろんな人に弟子入りして、はい、どんどん修行を積んでいくうちに、いつの間にかもうあの国を救うぐらいの存在になっている。格闘漫画なんですよ。今これだ、うわ大変なことになってますね。もうすでに今週目からビーム出てる。すごいそこまで来たと。まあ、詳しくはですね、あの単行本とか読んでいただきたいと思いますが、で、OVA 付きのですね、特別版も今同時発売中 で原作コミックスの特別版のために制作された OVA 作品、史上最強の弟子ケンイチ闇の襲撃が、 あまりに出来がいいんで、現在テレビで放送されるようになっておりまして、東京 MX では毎週火曜日の深夜1時から、 BS11 では毎週火曜日の深夜3時から放送されてるわけなんですけども、この史上最強の弟子ケンイチを盛り上げるべく、そうなんです、ここからここまで作品の真面目な話なんですけど、はい、ここからほぼ関係なくなります。あ、そうなんですか。そうです、史上最強の弟子ケンイチを盛り上げるべくお送りしている企画がこちら、目指せ史上最強のごぼう久典。黒くて細くてめんどくさい、そういうことから私ごぼうという呼ばれ方を。確かに、ぽいでしょう。ちょっとぽいです、実際にまあ、これ言ってしまうと、桃色クローバー Z の高木凛ちゃんが僕を見た瞬間に、あ、ごぼうって言ったところから全ては始まってるんです。はい、でその通りだなと、思っているのでもうほぼいろんなゲストの方に、共通でごぼうと呼ばれてるんですが、はい、そんなごぼうと呼んできた人たちを、吉田さんすごい、ただのごぼうじゃない、史上最強だよ、ごぼうだけに一皮むけたよと見返すような最強の修行メニューを募集していくコーナーです。お、はい、すいません、一人また女子が入ってきましたけど、小林さん、うちの AD 小林です。あ、よろしくお願いします。歯に矯正器がはまっているお話ですけど、歯の矯正中ですよね。はい、別に行けなくないです、全然行けなくことじゃないですけど、で今週も、この企画をですね、採用させていただいた方には、史上最強のごぼう久典のロゴ入りステッカー、誰だケンイチ完コピのあんなすごいの作っちゃった人、これをプレゼントしてるんですけど、今週も新たな修行メニューを紹介、お、徳永さんからしてもらうの、はい、私がしたいと思います。はい、ありがとうございます。こちらはですね、宮城県仙台市にお住まいのラジオネーム顔だけペガサスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。背中を叩いて、いわゆる天使の羽と言われる手形がつかなかったら最強。ちょっと待って、どういうこと、つかなかったらってどういうこと。じゃあ修行、つまり、じゃあ早速、はい、背中出すの、はい、小林さん当たり前のようにはいっていうふうに言ってますけど、で背中を出して、天使の羽が赤くつかなかったら最強、つかなかったら最強。いきます、はい、どういうことあー、ちょっと待って、今のは結構な勢いだった。なんでニコニコしてんの小林さん。そして徳永さんもこういう時引かないですよね。知ってます。何どういうこと、結構な勢いだった。結構、いや、ちょ、一瞬息止まったよ。一瞬息止まるぐらいだったよ。複数ついてますか。ついてないか。赤い。いや、ちょっと待って、なんでそのシャッター音がすごくしてるのこれ。今撮影中です。ものすごい
え、ホームページに載せるってこと？え、で、赤かったから何なの？え、史上最強じゃないってこと？全然弱い。未熟？未熟。未熟。なるわ、それ、普通になるよ、どう考えても。じゃあ、次も来てまーす。はい。次行きまーす。はい。こちらは千葉県千葉市にお住まいのラジオネーム、キーボーンさんからです。ありがとうございます。今、座ってみて分かったんですけど、座ったら背もたれに当たると背中がすっげえ痛い。普通にしてる時も全然痛い。あ、で、さあ、続いて、はい、キレッキレにダンスができれば最強。キレッキレにダンスができれば最強。はい。ということで、はい、今日はビリーズ工房の6月4日に発売されますニューシングルの愛はいつも君の中にをちょっと私が今からレクチャーするので、それを踊れたら最強ということで。めっちゃ贅沢な体験ではありますけど、いいですか？あの、アイドル10代10年やってる人たちの、はい、ができる踊りが、来年40でダンス経験なんかない人間ができるわけないじゃないですか。できます。これ簡単です。本当に。本当ですか？はい。ちょっと今、じゃあレクチャーしたいと思うんです。たさん、曲をちょっとお願いします。はい、愛は愛の上に愛を作ったりもしない。さっき身長160センチだけど、また下80センチあるらしいです。ここは手を上げます。手を上げます。次、腰を右に振ります。右に振るの？手を下ろす。下ろす。はい。左、右、上、下、右斜め、左斜め。手を上げます。どうですか？全然。普通に旗揚げゲームだって無理だ、今の。ちょっと待って、手を上げて。手を上げて。ここはわかる、ここはわかる。さあ、笑え、いいじゃん。あ、ちょっとわかんなくなっちゃった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。じゃあやりましょう。ちょっと待って。ミュージック、何ちょっとスタート。俺がやるの？まだですよ。もうすぐです。1、2、3、さあ手を上げる。上げてく。手を、ああ。これでいいの？はい、ここです。なんで笑ってるの？左、右、上、下、右、左、左、下。手を上げる。なんだこれは。ああ、もう全然ダメ。全然ダメ。できないよ。何気持ち悪いですじゃねえよ。気持ち悪いですじゃねえよ。いや俺も一生懸命踊ってましたね。確かにあのすごいよね、やっぱり描写力すごいありますよね。描写？描写がわからないのに描写ができているという天才。あのつまり見たまんまのことをラジオで音で伝わるように、はい、言葉で人に描いて伝えるみたいなのが。あ、すごい、私そんなことできてるんですね。できてるできてる。でこれが天才だと思うんだよな。ということで、あの皆さんたくさんの修行メニューありがとうございました。いいのこれ、なんかやりっぱなしコーナーにも程がない。まだまだ東京らしい史上最強のごぼうへの道のり、来週も私ごぼうへの修行メニューお待ちしております。メールの件名にごぼうと書いて、なんだそのメール。mc@allnightnippon.com まで送ってください。このコーナーではメールを送ってくれた全ての方の中から3名様に図書カード500円分を差し上げていますが、今週の当選者は川口市のエリサさん、埼玉市のナポレオンアップルシードさん、横浜市の、森進一ベッキー、マスワカツバサ、略してモメキマスワ。以上の皆さん、おめでとうございます。あ、そして、ね、あの来週と再来週なんですけど、このコーナーに史上最強の弟子健一の原作者の松江名俊先生が来てくれることに。ちょっと待って、先生来たらこのやるの、このコーナー修行やるの？俺はそれは失礼に当たる気がするんだけどな。史上最強の弟子健一について詳しくはアニメ版の公式サイト、健一アニメ .com をご覧ください。現在ツイッターでミュークンプラスの公式アカウント MC1242 が URL をつぶやいてもらいますので、そこからアクセスしてください。以上、ミュークンプラスサポーターズプラスでした。人たちがもう終わりかよっていう話をしてますけども、あ、こちら水島誠二監督、アニメ監督の方ですけども、毎日聞いてくれてるんですが、徳永ちなみクオリティ高いって。やったー。ラジオでもちとさんがラジオでダンスレッスン、確かに素晴らしい描写力って言ってますけど、やっぱり徳永さんラジオ天才だと思う。ありがとうございます。そんなこと言ってくれるの吉田さんだけです。そんなこと多分うちの作家もさっき言ってましたから、これも多分次回行って、あのこの時間もう行けるね、ご年齢になりましたもんね。そうです、もう22歳になりました。ですよ。あのすいません、これぜひあの今後も検討していただけると。よろしくお願いします。いろんな方々よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、明日はですね、ゲストにあの声優前田玲奈ちゃんと島崎信長さんをお迎えすることが、決まってたりしますし、で、あのボカロソング のベスト11とかは今募集させていただいてますので。あ、そういえばボカロなんですけど、はい、徳永さん最終的になんだか思い出してます？思い出してるとか身につきました、知識として。ボカロの説明しましたっけ？ボカロの説明ちょっとした。どこで言いましたか？とりあえずあの宇宙船でもないし、さらにあのこう、あれちょっと待って、話聞いてるかなって思ったんですけど、あの
そうか、受け止めてはくれてるけど内容は入ってないんだ。ええ、ということでこの時間のお相手は日本放送アナウンサーの吉田彦則とエリーチカーボーの徳永千奈美でした。絶対また来てほしい。ボカロって